どうもこんにちは、モンさんです。私は普段パソコンにこちらの Xbox ワイヤレスコントローラーをつないでゲームをしています。アダプターとセットです。このコントローラーは品質がいいですよね。触り心地もいい。なんといっても十字キー、この十字キーのクリック感が最高です。カチカチと正確に入るのでとても気に入って使っています。このコントローラーはお高いですが、お高い高性能コントローラーゆえファームウェア更新が必要なんです。知ってました？モンさんは半年以上使っているのに昨日知りました。なんだかボタンが効かない時があるな、振動しない時があるなと感じていましたが、ファームウェア更新で治りました。出荷直後は初期のファームウェアらしいです。ということで今回は Xbox コントローラーのファームウェア更新方法、設定調整方法を紹介します。Xbox コントローラーを設定調整するためにまずマイクロソフトストアで Xbox アクセサリーというアプリをインストールします。なんだか評価が低いですが、このアプリが必要です。Xbox アクセサリーを立ち上げます。 PC に USB 接続でコントローラーを接続します。するとアプリ内に接続したコントローラーアイコンが表示されます。マイクロソフト公式によるとコントローラーには複数の種類があり、ワイヤレスでも更新可能ですが、一部の機種では USB のみとなっています。この動画では確実性を考え USB 接続で操作しています。コントローラーアイコンの下にオプションをもっと見るというボタンがあるので押します。ファームウェア更新のメニューが出ます。モンさんのコントローラーは更新したばかりなのでアップデートはありませんという表示になっています。更新が必要な場合は更新が必要と表示されます。更新が必要な場合はこのボタンを押してファームウェアを更新します。オプションをもっと見るから再調整オプションでスティックの再調整ができます。センターがずれた場合など再調整してみてはいかがでしょうか。設定するからボタン配置やレバーの反転、振動機能の切り替えができます。キーコンフィグがないゲームやレトロゲームをやるときに便利ですね。プロフィールで切り替えることができます。ただこのあたりは Windows の機能や便利なフリーソフトがあるのでおまけぐらいの感覚ですね。
PC で使える Xbox コントローラーは複数の種類があって、どこまでファームウェア更新が必要なのかとても分かりにくいです。一度 Xbox アクセサリーで確認してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたな。